あれ、どこにいらっしゃるんですかね。綾野さん。はい。綾野さん、返事は聞こえるんですけども、たくさんかかしがいるので、これがクイズなんですね。はい。ちなみになんですが、今背中向いているこの三択のうちの三人の中の一つなんでしょうか。はい。ああ、ちょっとわからないですね。これちなみにガラスの向こうから見てもいいんですか。どうぞ。はい、行きます。ではですね、これがクイズということで、先ほどの左、真ん中、右の、どれかっていうことです。では、おそらくここから入るとですね、正解がわかるんじゃないかなと思います。じゃあ入ります。皆さん、いいですか？はい。わかりました。綾野さん、一番右側でしたね、正解は。はい。はい。でも、綾野さん、ありがとうございます。もう背中だけだったらわからないです。わからなかった。ええ、帽子忘れたけん、これかもしれない。そうなんですね。いやー、ありがとうございます。なかなかご本人が、クイズすべて、演出していただいて、やっていただけるとはなかなか贅沢な話なんですけども。はい。じゃあ、こちらが綾野さんという、かかしでありますが、ちなみに真ん中は。真ん中も綾野さんです、全部。あ、じゃあ、綾野さんなんですね。働かなあかんから、あちこち。で、本物ですね。ありがとうございます。はい、どうもです。